さあ、今回持ってきたジグですけど、今ね、僕はもうほぼウォーブリンと TG スロー、この2つがあればまあまあ30、50メーターぐらいのスーパーライトだったら賄えるかな。で、ウォーブリンね、今日は 30g でキャスティングでいい結果出ましたけど、これが 30g のウォーブリンね。で、TG スローだと同じ系統、これが 65g、 ほぼ一緒のシルエットになりますね。だから約倍の重さがタングステン、こっちはタングステン、こっちは鉛ね。まあ、同じシルエットでも重さだとこんだけ違ってきます。どう使い分けるかですけど、ウォーブリンは、鉛だから当然軽いんで、投げる時とか、あと速く動かす時、潮がね速い時は僕割とウォーブリン使うんですけど、例えばボトムだけの釣りとか、バーチカル縦の釣りになると、ゆっくりちま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 動かさなきゃいけないっていうようなシチュエーションの時ね。今そうなんです。今ちょっと潮待ちで50メーターライン来て、なかなかね当たりが少ないんですけど、そういうところでこう下の方をちま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 やりながら釣っていく時は TG スローをよく使いますね。で、割とこう流しながらピョンって斜めに投げたり、で横に引っ張ったり、からエースも広く引っ張ったりするときにはウォーブリンをよく使います。でこれ 何が違うかっていうと、当然同じ重さを使おうと思ったらウォーブリンの方が大きくなります。これタングステンに対してこれ同じ重さで、こっちは60、こっち 65g ですからね、こんなになります。これ、ね、波動が違うんですよ。だから、水深が、水深というかね、潮が速くて速く動かすときっていうのは、小さいジグをちょ動かしてても波動がないから就業効果っていうのはあんまりないんですね。で、こうやって鉛のウォーブリン特にこんな風にして動いてくれるんで、すごい波動が出るんです。っていうことは、その側線に感じ取って、で魚を寄せる効果っていうのを期待できるジグなんですね。だから斜め引き、広い範囲、速い釣りはウォーブリン、縦でピンスポットをちま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 やるんだったら TG スローっていうような使い分けを今してます。僕のね、針のセッティングをちょっと見てもらおうかな。ウォーブリンは重心が、こっちにありますから、こういう風に泳ぎますからね。でフォールがこう沈んだり、こうやって沈んでいくんで、針はこっち側ね、沈んでいくときに上側に来るように針が出ます。リングリングリングでこうね、でこっちの方で、僕はガマカツの SLJ っていう針を使ってるんですけど、熱ケイトはここはフロント用にフロロカーボンが入った熱ケイトね。でお尻の方は、フロロカーボンが入ってない、柔らかい素材ですね。前と後ろの素材を熱ケイトを分けて使ってますね。 T スローも一緒ですね。こいつはこっち側が重たいからこう沈みます。でこう沈むから針はこっち向き、上になるようにね。でこっちはフロロカーボン入りで、こっちは P 単体ですね、っていうような素材を使って夜鍋して作ってます。なんでこれ違うかっていうと、反対側につけるとね、こう沈んでいくときにリングを下からこう引っ張るじゃないですか。そうするとバランスが崩れるんですよね。細かい話なんですけど、あとは、ね、沈んでいく方向にこれが上向くんで必ずね、その他腹筋もしやすいだろうし、っていうわけですね。